ハレビア8月日日水曜日の祈り会でです、えー、いかかがお過ごし,でしょうか、えー、今日ちょっとあのコンピューターにこの動画をつなげる道具をですねあの持ってくるのを忘れてしまいまして、えー、配信が少し時間が遅れてしまいましたあ申し訳ありませんでした、えー、今日もこの7時半ばの水曜日の祈り会 皆さんと共に聖書の言葉から教えられてまた、えー、祈りを共にしていきたいと思います。今日の箇所は詩篇20篇です。えー、詩偏20ペをお開きください。詩篇20篇は1節から9節まであります。まずこの詩篇20篇ですがあタイトル、表題のところを見ますと。 指揮者のののためにダビデの参加ダビビデデと書いてありますしかしこれはですね「ダビデの参加」「ダビデが褒めたたえた詩編」とも読めるんですがこの訳は「ダビデのための参加」「ダビデのための賛美」まあ、そのようにも訳せるというふうに記されてありました。 ま、この支援はダビデを。ダビデのための賛美というふうに読んだ方がですね。この内容を見ていくと分かりやすいかなと思います。1節2節をお読みします。苦難の日に。主があなたにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。主が聖女からあなたに助けを送り。 シオンからあなたを支えられますように、まあ、これは苦難の時の助けを主に祈っているそしてその時に主が応えてくださるということをまず教えているわけですね苦しみの時に主が助けてくださるお方であると支えてくださるお方である3節 あなたの穀物の捧げ物をを全て心に留めあなたの全唱の生贄にえを受け入れてくださいますようにその苦難の時に主があなたを助けてくださるあなたをあなたに助けを送りあなたを支えてくださるというのは今読みました3節にあなたの穀物の捧げ物をを全てに心に留め あなたの前生の生贄を受け入れてくださいますように。つまりここで助けを求めるあなたが主に捧げ物をしている生贄にをしているということがわかるんですね。ということはこの捧げ物とか生贄にえというのは当然主を礼拝する時になされるものですから。 捧げ物ががあある、るるとといいうことは主を礼拝しているつまり主を信じて主に従っているそういうことになるわけです。主を信信じるる仰がある言い換えますと主を信じる信仰がある時にそこに主を礼拝する気持ちがある。主を礼拝するということはそこに主に捧げ物を捧げる行為がある。 行いまあ言い換えますならばそれを逆に言いますと捧げ物をしない主に捧げ物をしないということは主を礼拝しない主を礼拝しないということは主を信じない信じていないそういうことになっていくわけですね。主を信じていなければ私たちが神である主を信じていなければ神様を礼拝することはありません。神様を礼拝する しないということは、神様に捧げ物を捧げることもありません。まあ、そういうことになりますね。ですから、私たちが主に捧げ物をしてないということは、それは主を礼拝してないということらしい。主を礼拝してないということは、それは主を信じる信仰がないということになってくるんですね。まあ、今、このコロナの状況の中にあって、まあ少しずつ教会にも。 神の家族は戻ってままいりました、えーまあ、もちろん50人までという制限がありますので、まあ、今日曜日第1第2第3礼拝3回礼拝をしてますけれども、えーまあ、それぞれ10人40人30人、まあ、それぐらいの方たちが戻ってきておりますしかしもちろんそのお半分以上の教会の方々はこの状況の中にあってそれぞれ ご家庭で主の日の日礼拝を持っておられる、まあ、そういういうに願っておりますそれぞれの場であってたとえ教会に来ていなくてもこの「主の日の礼拝」ぜひ皆さん大切にしてください教会に来ていてもあるいは教会に来ていなくても「主の日日曜日」というのは私たちの主イエス・キリストが十字架からよみがえられたことを 私たちの救い主であるということを私たちが覚える日私たちにとって安息日主を礼拝する日いやしなければならない日ですね私たちがイエス様を信じて救われたということは当然主を礼拝するそして礼拝するということは主に捧げ物をするまあ逆に言い換えるならばもし私たちが主に捧げ物をしていないならば それは主を礼拝していないい主を礼拝していなければ私たちに信仰があるのかということになっていくんですね。私たち一人一人いろんな状況にありますけれども主は私たちと今日も共にいてくださり私たちを助け導いてくださる救ってくださるお方であるということを覚えたいと思います。この先ですが6節にこうあります。 今こそ私は知る主は油を注がれた者をお救いになる主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる主は油注がれた者をお救いになるとありますえ旧約聖書の時代イスラエルの人々3つの人々に、えー、油が注がれていたんですね。王様、 祭預言者王祭祀預言者この3つの人々に油を注ぐ油を注いで正式に王となり祭出となり預言者となるということになっていました。でこれはやがて現れるキリストを示すものであったんですね。つまりキリストは王なる王大祭司そして完全なる預言者この3つの職務を キリストは持っておられる。そして私たちの救い主である油注がれたものっというのが、まあ、メシやキリストというもともとの言葉の意味なんですけれども、まあ、やがて来るキリストをここで、まあ、予言している言葉でもありますね。この6節の節最後に、に聖ななるる天からお答えになるとありましたけれどもイエス様が洗礼を受けた時に精霊が鳩のように下って 天がが開けて地なる神様の声がしたこれは私の愛する子私はこれを喜ぶまあイエス様がキリストとしての公の生涯をスタートした時、まあ、そのことを予言するような言葉でもあります聖なる天からお答えになる9節にこうあります「主よ私主よ王をお救いください」。 私たちが呼ぶときに、私たちに答えてください。主よ、王をお救いください。これ、新科薬、米印がついてるんですが、欄外のところを見ますと、あるいは、王に勝利をお与えください。と。王に勝利をお与えください。これも、やがて来るキリスト、王の王であるキリストに勝利を与えてください。 イエス様は十字架で人間の罪の身代わりにかかって死なれましたが3日の後によみがえった死を打ち破った勝利されたそして天に帰っていかれて今も王の王主の主として私たちと共にいてくださるお方である、まあ、このことを予言する言葉でもあります。7節、8節、 ある者は戦車を誇りある者は馬を誇るしかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう彼らは膝をつきそして倒れたしかし私たちは立ち上がりまっすぐに立ったこの地上では、まあ、ここで戦車を誇りある者は馬を誇るとありますが。 自分の持っているものやその国の力とか経済とか健康とか人間的ないろんなこう、まあ、富とかですねそういったものを物質を誇るそれを頼りにしますしかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう王の王であり主の主である死を打ち破って勝利されて その死を信じる私たちに勝利を与えてくださる死に打ち勝つ勝利を与えてくださる死を誇りたい私たちは立ち上がりまっすぐに立った私たちはこの死とともに今日も一日立ち上がらさせていただいて死とともに歩むものになっていきたいと思いますそれでは 今日のお祈りの課題、週法の方から皆さんと見ていきたいと思いますけれども、引き続き、教会のこの毎週行われています11時、1時の礼拝、えー、参加ご希望の方はホームページからレジストレーションの方をお願いいたします。えー、また、9時半からのシニアの方のための礼拝、日本語のみの礼拝ですけれども、こちらの方はレジストレーションなくても、 教会の信者の方皆さん集まられても20人以下ですのでそのまま来ていただいて結構ですぜひ覚えてそれぞれの礼拝が安全に行われるようにまた初めにも申しましたがオンラインで礼拝されている方々もそれぞれのご家庭での礼拝が主によって守られ支えられるように導かれるようにお祈りしていきたいと思います。 2番目ですがこの新型コロナの収束が一日も早くなされるようにそして教会員の方の信仰健康生活が主によって守られるように支えられるようにお祈りいたしましょう、えー、特に今具志堅さんのご主人が、えー、入院しておられますけれども胆石の手術、えー 昨日メールしましたら具志堅さんから直接メールが返ってきましてそのメールには胆のうを取り除く手術をしようとしているというふうに書いてありましたそれがスムーズにいくように体力が回復してその手術がなされるようにお祈りをいたしましょうこのような中にあって教会の働き礼拝祈り会住むスモールグループの活動 実際今この教会に集まる活動が少しずつ戻ってきている中にあって同時にオンラインの活動も引き続き続いております二刀流で教会の働きは教会に実際集まる働きそしてオンラインの働き両方がなされています教会の方々の人数に応えられるようにまた一人一人の信仰が主に守られるようにキリストの体につながっていけるようにお祈りしていきたいと 思います、えー、昨日はですねキキッズデイキャンプが行われました毎年夏この時期、えー、1週間キッズデイキャンプが行われて教会で行われているんですけども今年はこのコロナの状況の中にあって教会で行うことができずムーディーパークに子どもたちが集まってですね、えー、それぞれーソーシャルディスタンスをとりながら、えー、集まったということですまあ、えー、教会からの奉仕者全部含めて40人ぐらいの人が集まってですね ソーシャルディスタンスを取りながら、えー、見言葉を学びまた交わって本当に子供たちも、えー、久しぶりにこう、えー、教会の人たちと交わることができてですね本当に喜んでたという報告を受けました、えー、まあ、こういう時期本当にみんな辛いんですが特になかなかこう外に自由に出れない遊び子供たちと遊べない 教会の子どもたちの生活また信仰が守られるようにお祈りしていきたいと思いますまた皆さんの方でも個人的なお祈りの課題などあればぜひ教会の方にお知らせください覚えてお祈りさせていただきますそれではお祈りいたします恵み深い天の地なる神様あなたの皆を褒めたたえます苦難の日に主があなたにお答え なりますように主よあなたは私たちの祈りを聞いてくださいます私たちの捧げ物また礼拝そして信仰あなたはご覧になっておられるお方ですそして私たちの苦難の時にもあなたは共にいてくださり私たちの祈りに応えてくださるお方であるということを心から感謝いたします主よどうかこの困難な時期にあって私たち一人一人の日々の歩み 信仰生活、健康が守られ支えられますように、入院しておられる福祉県さんの上に、あなたからの癒しと助けがあり、手術がスムーズに、また無事に、一日も早く行われるように、共にあって導いてください。主よ、あなたこそ、王の王です、主の主です。私たちは、このあなたに頼ることができることを心から、 感謝いたしますあなたこそ私たちのスクイズですであるということを一人一人がこの時期にあっても覚えることができるようにこの新型コロナも一日も早くあなたの憐れみと助けによって収束へと向かいますように導いてください教会の働きまた経済的な必要も主が満たしてくださいお一人お一人の信仰生活を守り支えてくださいお仕事の上にまた 9月から始まることが予定されている学校の上にもあなたの守りと助けがありますように共にやって導いてください。この時を心から感謝いたします。私たちの救いの主である主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。それでは皆さん、はばくってい。